はい、では次の質問に移りたいと思います。最近読んだ本があれば教えてください。はい、最近読んだ本は世界の教養という本で、まず何をこれなぜこれを選んだかというと、この本の仕組みというか、まあ、ざっとお話しすると、革新者や変革者やあとは、医者だったりあとは悪人っていうテーマがあって、その人物の教養みたいな本なんですけど、5つぐらいカテゴリーがあって、毎日1ページ読むことによって、5日間なんでまず約1週間本を読む癖がまずこれつくなと思ってこれを選ばせていただきました。そしてそこから何を学ぶかっていうふうに思うかというと、まず革新者とかあとは変革者とかイノベーターっていう部分で、その時代の背景だったりどういった策を企てたのかとか、その時代での仕組みの中でどうやってその人たちが変革を起こしてきたのかっていう部分に着目したくて、この本を選びました。以上です。はい、わかりました。その本を読んだ感想についても教えてください。はい、やっぱり変革者とか、悪人もそうですけど、なんか共通点があって、その時のもう完全に時代を自分の中に落とし込んで肉体化しているっていう部分があって、その中で自分も今後、変革者として、生きたいという自分の道があるので、この時代の例えば僕についてだったり教育だったりとかを網羅していかないといけないなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。